ごめんね、タイマー出してなかったな。赤月です。ヒポさんいらっしゃい。一月ありがとう。赤月たすけさんいらっしゃい。レベルアップしてすげえくつろいでる。かわいいね。赤月ソロさんいらっしゃい。ナミさんいらっしゃい。生命力上げようか。生命力暑くなってきて妙にご飯サイズが増えてきた。いいことじゃ。逆に食欲なくなるよね。いいよ全然。行ってないところ、行ってないところ。いつか壊れるなこれは。行ってないところ、突破してきたっけ。ここって手前かな。アクチキン、アミムラさんいらっしゃい。アクツナラクさんいらっしゃい。こいつは違う。この前の仮面いっぱいのところとか、うん、閉めちゃった。9個目さん、ロックさんいらっしゃい。ちょ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 、拾う。ザインのカフト閉めちゃおうね。シルバー事件ってどうなんだろうね。気になるよねあれね。あ、結構でもん行ってないところ多いのかな。タメガネさんいらっしゃい。ん違うか。これもう見たな。高原いらっしゃい。どんどん血負けたです。こいついたかな。あ、そっか、ここか。そうだそうだ、お城に入ってすぐだって。上は何もなかったかな。変な人がいるんだよね。この人がいて、My lord may have been vanquished, for our king has watched King Vanquish. バンクラと、このままでは我が国の巨人に。陛下には妃がおられた。それはそれはお美しい、うん、海の向こう巨人の国迫り来る危機を王に伝えられた。王は海を渡り巨人に勝利された。秘伝家と共にゴーレム、巨人の力を持ち帰り生み出されたもの。王はゴーレムの力によってこの城を作られた。勝利の証として、そして貴殿下への感謝と愛情の証として、あのお方はこの国に陛下に安らぎをもたらされた。まるでそう、闇のよう。
私は夢を見ているのか。ここは我が城のこの荒れ果てた様。そなた何者だ。誰の許しを得てここに立ち入っておる。勝手に開きました。いいか、もう分からん人じゃね。お、ここ開くぞ。しかし大きい王様ですね。中をいらっしゃい。ゴーレム欲しい。ここに座っておったんだ。えらいでかくない？王様はゴーレムじゃないよね。いらっしゃい。風邪治ったみたいだべ。みたいだべ。いらっしゃい。あ、この子かな。元気ですよ。わかんない。別にどこ行こう。前に放送してた PC ゲームで、やるよ。キングダムかな。あれ、なんか実績解除でさ、100日経過っていうのがあるんだって。すっごい難しいよね。私なんてもう36日ぐらいでヒーヒー言ってたのに。100日なんて可能なのかな。違う、行ってないところ、仮面がいっぱいのところ。やっぱりここにたどり着いてしまうんだが、どうやって出てくるんだろうね。また地道にちょっと見える分だけ倒すか。まずこいつ一箇所階段のとこあったよね。あそこ、忘れちゃった。え、忘れちゃった。入る手前かな。赤ツン、いらっしゃい。こんばんは。答えはあそこや。どこや。2週間ぶりやぞ。こっちとら。右の扉。赤ツン、ウィンドさん、いらっしゃい。右の扉。とりあえずこいつ倒していい？下にな。ツーさんいらっしゃい。ちょっとぐらいね、お肉ついてた方がいいっしょ。抱き心地ないよと負け惜しみを言う。ここには外れの部屋だったよね。やっぱあの奥だよ。あの奥に行ってみて、でこの人たちか。にサクサク切るね。感覚は審査員だし、そうだよね。どれかに先があるとしたらあそこだよな。チクッ。もうちょっと戻らんといけんかと思ってた。違うとこって。で、あの人が動くんだったかな。
違う。この人は動かない。この人動かない。ちっちゃい石像の方が手強い。なんか石像だから痛そうじゃないんだよね、殴っても。ビビってない。ソハラのパリ見たことないよな。見たことないよ。あるある。ヒデさんいらっしゃい。いろいろ気をつけてね。うん、合点承知の付け。いろいろ。うん。この先って言ったか。そうだそうだ。で、3に使って、あ、そうだそうだ。思い出してきた。3に使ったんだ。思い出した。ふふふ。あ、ソファーいらっしゃい。やった。明日日曜日だ。こいつらが入った3がここに溜まってるとしたら、なんか壊せないかな。あ、でも音で入ってるから。あれ、昨日。なんかギミックが。で、いっぱい出たんだっけ。この先が仮面か。明日火曜日やんけ。残念。ピピ。赤さんはいらっしゃい。ゴーストさんいらっしゃい。うん。おいで。やるゲームかな。まだ行ってないや。二人やりしてしまったか。走り抜ける。かかり火ないかな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 。ゴリ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 。おお、こんにちは。試練を乗り越え、よくぞここまで来られました。呪われた死を。我が名はデュナ・サンドラ、このドラングレイグの王妃。王とはソウルの因果を引き受けるのだ。かつてのこの国の王、そう、名はバンクラットと言いました。できました。いいの。力を手に入れ、人の王となり、生まれ来る呪い人と対峙すべく、さらなる力を求めて様々な試みをなした。ですが玉座にたどり着くことはありませんでした。バンクラートのもとに赴きなさい。王は二人とはいらぬですから。いらぬのですから。戦いってことかな。え、どこにいらっしゃるのでしょうか。ちなみに今って終盤らへん。ねえねえねえ、多分ね、まだまだって言われると思う。あ、この奥かな。かがり火が欲しいですね。まだチュートリアル。なあ、そんなバカな。かがり火。
かがりび。わらわチュートリアルって。もう50時間近くやってんだけど。心が折れそうだ。クルムの作品は一周目はチュートリアルに。あいつが邪魔で上がってこえない。エンディング見るだけならそこそこ進んでるんだって。今スルーしたところにはしごがある。どこだろう。分かった、ちょっと探すね。お、そうそうそう、剣を持ってきなされ。一人ドラゴンボールで言うと亀仙人が鼻血ブーしてるあたり。それ めっちゃ最初じゃない、中盤は行ってる。はしごを探す。やばい、はしご。あっ、あった。ひょー、それ占いババさんあったわあ、ぶちゃぶちゃ。そろそろ夏風には気をつけてください。はい、お互いにね、気をつけましょう。危ない。亀仙人ってでも強いんだよね、あの人すごく。でも人間最強はクリリンだったっけ。リビはないね。弱いんだ。クーラーね、まだつけてないよ。ここリビないの。亀仙人は戦闘力200いかないくらい。フリーズ戦でいい仕事してた。亀仙人って戦ったんだ。へえ。地球で人間じゃなくて。ヤムチャよりは強い。あ、俺よりちょっと強いくらい。ここリビなかったね。こっち行ったっけ。こっちから来たんか。見落とし発見。丸隠し、隠し、分かった。っ、おまこじゃないよ。おまこじゃないからね。やった。忘れられた部屋。次の武道会は亀仙人も出るみたい。なんだったっけ、新しいドラゴンボールって。よし、ドラゴンボールユニバース超だっけ、なんだったか。ちょっと戦ってくる。きっとこの白いとこにいるはずだ。あれ違う。スーパー亀仙人はヤムチャより弱いやつ。行ってきます。王様だよね。王様かな。なんか撃ってきてるよね。ブンブン。え、これ王様なのかな。違うよね。おお。前に戦ったことある。うん。おお当たっちゃった。
今頭に刺さなかった、なんかやめてください。ちょっと外野を突っ込んでてください。勝手はじきかな。あーダメだ。うん、ラクタさんいらっしゃい、おかえり。汗ばんできた、手が緊張する。頭に刺さらないで、やだ。あー横、あ、降りてきた兄弟のピンチみたいな。食毛太い。じゃあまずはこいつだな。どんな、あ、なんか流行ってたね、サイバー攻撃。槍が、ランサムウェアとかのやつ。うわ、終わり。王様は紅桜さんいらっしゃい、こんばんは。おー、なんかしろくれー。今の王様じゃないよね。やったー。このね、ブランコを感じさせないゴリゴリプレイ。コーリビアン別のところに。はーい、うん、寝てる寝てる。今日はね、8時半ぐらいから寝てた。で、1回だけ起きて、ポンポンってして。このソウルで作れる弓が納金に嬉しい弓だった気がする。今日のオズも見てたら、観客にいる林家ペーパーの画面で、あ、そうなんだ。今日ね、見てないんだよ。白鵬勝った？夏目京介さんいらっしゃい。キレのあるゴリ押しに聞いたよ。いらっしゃい。ゴリ押し、今日のゴリ押しは終わったかな？今のは門番みたいなやつか？ん？開いてない。なんか撃ってきてるね。あいつが撃ってきてる。ソウルいっぱいありがとう。危ない危ない、つい忘れるな。しかしすごい音です。こう、うん、結構ね、毎晩危なかったりする。一瞬意識を失って、あ、配信しようと思って必死で起きてきたりもするよ。ミネバトしないとみたいな。もう病気ですよ。そのまま寝ればいいのに。Bearer of the curse. うん、子守歌はないよ。歌っても、コファはあんまり意味がないかな。Seek less this. どうしよう。時給ちょっと上げて、筋力。いいね。なんだっけ、適応力を上げるといいって言ってたんだよね。無敵時間増えるよって言ってなかったっけ。舞台いらっしゃい、こんばんは。うん、もうね、そろそろ汗ばむね、寝てたらね。適応力ですよね。
17ぐらいって言ってたかな。そうそう、ローリングの無敵。遊び疲れるというよりは、うん、まあそうだね、そばにいて安心して寝るみたいな。で、母ちゃんゲームに逃げるみたいな。エスト飲むのが早くなる。あ、そうなの。早飲みになる。ルールが上がればいいんだったかな。92、俊敏かな、あれは。あ、ビンビンビンジュ。何買おうかな。弓はあったかな。ごめんね、バンバン。弓矢、フォローありがとう。趣味かな、これは。なーちゃん、暑いから来ないで。あ、こそハーフィアさんいらっしゃい。買っとこうか。カンカンってしてるから、こうかな。64本。カエルだけ買えるんだっけ。カエルだけ買っとくか。めっちゃ買っちゃった。ありがとう、おっちゃん。ゼロさんいらっしゃい。 3D 版ミネルバトンさんが聞いて。あ、うん、弓作ってみたい。まだだ、まだ足りんや。こんばんは、いらっしゃい。こんばんは。暑くなりましたね。ソウルをまず砕かないとダメなのかな。牢屋のとこにいる人。牢屋？牢屋か。なんかいたかな。作れる NPC 解放したっけ。作れる NPC、砕くんじゃなくて。ボワーンって。牢屋、牢屋、なんかあったね。これかな、忘却の牢。ストレイドさんかな。ところでホラー枠はいつですか。10年後かな。あ、そうですか、ありがとうございます。後でフォロー返したかね。この人かな。よきよき。ブツブツ交換かな、もしかして。違うな。お疲れ様でした。足りねえ。あ、もしかしてこれのこと。弓買ったから3ソウルしかないんだけど、これのことかな。流儀兵のソウルってなってるね。貧弱なる呪われ来ている。ちょっと待って、ソウル食べるから。ありがとう。あれがいい脳筋弓らしいですよ。あつあつ